どうも、山田裕です。今日は横山さんとラスキンについてのお話をご一緒させてもらいましたが、その延長線上で横山さんってなんでラスキンに興味持ちはったんという話を聞いてみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。なんでかね。横山さん、あれですよね、本はだから僕はラスキンの労働者大学での、こう絵を描くっていうことについてのね、書かれた本を、むしろ僕はね、それで最初に知ったんですよ。それより前も書かれてますか？その前はちょこちょこしたものを書いてるのと、あと、ランボーさんの、ラスキン。そっかそっか、翻訳は、そうだ。あれを、お世話になってます、そういう意味では、あの本の。そう、それだ。そのラスキンについての本があって、それを英語で書かれたものを翻訳さこれていしまたした。と。こんな薄い本なんですけど、それと、なかなかたっぷりと詰まってますごね。くいい本なんですよね。その後にご自身が書かれた本が出て、あれ、その後もまその後も、パンデミックの間に、やっぱりちょっと書いたんで書きすまけしども。た。そう。というふうに、ラスキンの本を書かれていて、で、我々も、ラスキンをすごくこう、慕って、自分たちの株式会社のあり方みたいなのを考えたりしてたということもあって、大阪ラスキン森センターというところの、活動をやっている。その中でもう、近づきにならせていただき、シンポジウムにも出ていただき、で、今日も今度は東京で、ご一緒させていただくということになった。素敵な空素間で敵す。な空間ですクラウンハウね。ス。クラウンハウスというところでご一緒させてもらったんですが、よく考えたら、なぜそんなにラスキに入り込んでいかれたのか、きっかけは何だったのかっていうのを聞いてなかったのかなと思って、そこをちょっと教えていただきたいというのが、この動画の趣旨なんですよ。入りたくて入ったわけじゃないんですよ。あれ？そうなんそうですか？なんです。もう入るのをずっと避け続けてるのがラスキンで、そう？そうなんです。それ、いつ頃から始まるんですか、その避けるのは。もうね、始まったのは5歳の時え？にことの発端があるんですけ意ど、外。はい。その時に両親から、いわゆるこの絵本をもらう。絵本で、それね。は世界の、冒険者たちだったかな、何かそういったヒーローものの絵本なんですけど、その中にラスキーはいない。いない。で、こう見開きでアラビアのロレンスのことが出てたんです。で、とにかく、そのこうラクダに乗ったそのアラビアの衣装を着た人のイメージがすごくて、そのアラブの独立のために頑張ったイギリス人だ。本当はね、いろいろな裏はあるんですけど、そういうふうに出てたということで、それからもうアラビアのロレンスは私のもうずっとヒーローで、なるほど。でもピーター・オトゥールという方が出て、アラビアのロレンスという壮大な映画があるんですけども、もうとにかくそれが好きで、もう大学の授業をサボっても、もうとにかく行き続けた。昔の映画館って一日中入れるんです。そうなんで、ですね、すごい長い映画で、それなので、3回見て1日終わる。なるほど。で、その中で1つだけシーンがあって、ピーター・オトゥールのアラビアのロレンスが、ティー・ローレンス、非常に複雑な人だったんですけれども、大きな本をこうカバンから出して、こうやって木陰で読んでるシーンがあるんですね。で、なんとそれはウィリアム・モリスの、詩だったということで、すごくティー・ローレンスはウィリアム・モリスが好きで、っていうことがあって、で、もちろんそれで卒論書いたんですけども、その歴史というよりもその彼のすごく複雑な人格、なるほど。それが知りたくて、ちょっとでも近づきたいと思って、それだけでやはりこう複雑すぎてよくわからない。卒論はじゃあ、モリスだった。いえいえ、ティー・ローレンス。ティー・ローレンスの方も卒論ね。なるほど。で、私はもうちょっとやっぱりティー・ローレンスを勉強したい。なるほど。ところが、大学院に入るときに、もうちょっとその英文学だったら、ちゃんと自分のことと、ディシプリンとして、英文学畑の人でやりなさい。で、そこで、それだったらもうモリスやで、モリスを通ってまたティー・ローレンスに帰ろうと思って、なるほど。ウィリアム・モリスを始めたんですね。はい。ところが、やっぱりそこから抜け出せなくなって、面白いから。モリスはやっぱちょっと面白いですね。やはり非常にこのモリスって人間がこう見えてくるっていうか、なるほど。知れば知るほどはこういう人だったんだろうなっていうのが見えてくる人なんですね。
でも長いことをラスキンに影響を受けたっていうことは聞いてたんですけど、うん、ラスキン読んでも全くわからない。なるほど。でも難しいし、なんか嫌な、なんだろう、ただうんちく傾けて、なんだろうな、すごく嫌な人だな。なるほど。ということで、ずっとこうラスキンは、まあ、避けていったんです。でもまあ、いよいよやはりもうラスキン読まなきゃって思って、これはもう本腰入れて読もう、うん。で、そっからやっぱりもう、離れられない。でも今おっしゃった読もうっていうのは、僕ら単純なただのデザイナー風情であれば、読もうっていうのは日本語の原著を読むっていうことなんだけど、違うわけですね。それはもう要するに英語の英文学ですから、英語の方を読む、はい、これも大変なことでしょうね。すごい大変でした。すごいと思う。でもしょうがないから読んで、やっぱりわかんないんですよ、うん、ただ少しだけ、まあ、あれだけ30、もうとにかくね、あれだけの関数があって、ではい、それで、まあ、全部読むのは無理、うん、正直。でもとにかく、まあ、読むしかない。だからまずは、まあ、モリスが大好きだったゴシックの本質。なるほど。そこから入っていったんですけど、うん、ああいうふうに建築を見た人っていないっていうか、うん、そうですね、やっぱり作っている人の目になっているっていうのがやっぱりすごく、ね、そこがもうちょっと知りたくなった。でもその後で今日もね、ちょっと最後、この最後のものにも読んだじゃないですか、うん、言ってること一緒だなって、まあ、確かに思いますね。つまり経済、エコノミーというサイエンスがあるんだとしたら、うん、それだけサイエンスや、あとエコノミックマンだっけ、アダム・スミスが立てたモデルの人物ですね、経済的な人間、うん、でもそんなモデルだけでは語られない格乱的要素、それがまあ人間の愛であったりするわけだけど、うん、それこそが大切だ、うん、つまり人間の性格がこの建築を作っているっていう、うん、その精神性とその物質性をこう合わせてるっていうのは、うん、やはりすごい新鮮だったんですよ、ね、なるほど。でやはりもうほらモリス好きだから、うん、モリスがここに何を見たんだろうっていう気持ちはすごくありました。だからずっとそうやってつながって、本当は T ・ロレンスに戻る予定だったんだけど戻れなくなったっていうのが正直なところです。あとはやはり私は、まあ、山崎さんの場合はおそらく最初にこう行動してて、それでラスキンに出会ったと思うんですね、うん、はい、私は逆でラスキン・モリスに出会って、あ、何か始めなきゃってなんとなく引きずられていたところがあるんです。つまりこれだけのものを私はいただいてる、うん、ラスキン・モリスから思想的に、思想的にね、ただそれをやはり何かそれでできないかなって思ったことがあって、うん、まあ、寿地区っていう、ね、うん、に入っていって、そこでこう居場所を作ったんだけど、はい、そうなんですよ。なかなかね、これ本当に分かってもらえなくて、やっぱり英文学者はいつまでも英文学をやってる。そうか、確かに英文学者ですもんね。で、その中で私は街づくりを勉強してるわけでもないし、福祉を専門としたわけではない、うん、やっぱ大学の中でそういった講座なり、うん、そういったプログラムを立てて、学生と一緒にそこに入ってって、そこの人たちと話すっていう、うん、つまり聞きながらやっぱり人間一人一人を見るっていうことが大切なんだと思うんだけど、まあ、私は法学部で普段はいるもんですから、うん、生活保護法とか勉強するんだけども、うん、学生たちは。でも、この法律を受ける人たちってどんな人かって知らなかったら、わからないと思うので、うん、じゃあ、そういったところに入ってて、うん、ただ居続けるだけ、それだけをやってみようか。なるほどね、そういうことは。ラスキンもだからそうやってギルドを作って実践してみたけど、ね、やっぱりどうも周りの人たちの目線は、あれ何やってんだみたいなやつもあったようですね、当時ね。本当そうですね。あなたは美術批評家でしょ。それが先にあるからね。ね、オスカー・ワイルドか誰かが、なんかラスキンについてた連中は土をほじくり返してまた戻してるみたいな、ね、なんかね、言ってるっていうのがあったりして、いや、なんかちょっと理解されないことは多かったんだろうけど、ただ本人としてはもう
思いついちゃったことであったり、こうあるべきだと思ったことをちっちゃくてもいいから実現したいという気持ちがあったんでしょうね、はい、それをまた横浜さんも受け取られ、受け取った以上は何か行動に起こしたいという、そういう順番だったわけですね。いや、でもね、後から考えたらそうだったかなって思います。まあ、僕の場合は本当におっしゃる通りで、実際活動があって、はい、自分たちの場合はそのモダンデザインというかな、そのいわゆる建築のモダニズムっていうのがあった時にはバウハウスっていうのをやっぱり参照しますし、それは何の影響を受けたんだろうというと、やっぱアーツ&クラフツっていうのがあるし、アーツ&クラフツのまあお兄三角っていうとウィリアム・モリスだということだったので、はい、この順番でウィリアム・モリスまでたどり着き、でその師匠はっていうとジョン・ラスケン、ただ僕は英語の原著に当たるっていう勇気は全くないので、のんきに日本語でずっと読んでいて、うん、ふむふむ、分かる分かるって分かった気になってただけなんですよ、うん、でもこの分かった気になってることと自分がやってることが、うん、いちいち勇気づけられることがすごく言葉がたくさんあったんですね、うん、現場に行って地域の人たちと話をしたり、物の形を作らないデザインみたいなことになった時に、お前何やってんだと、建築家のくせに物を作らないでコミュニティコミュニティってどうするみたいなことを言われる時に、やっぱりでもラスキンやモリスが語ってくれたこと、うん、先ほどゴシックのね、その本質の中でも言ってくれましたけれども、その建物を作っている石工さんの働き方っていうことを3種類に分類しながら、こういう働き方があって多様性があるからゴシックのクツクツがあるんだっていうふうに、プロポーションとかね、その物理的なものだけで語らないっていうのはすごく勇気づけられたなっていう気がしてますね。でも今日話してて、この前に対談が、ねうん、あったんだけども、うんねうん、やっぱりすごいなと思うのは、まあ、英語はあるんですよ。それが原文なんだけど、うん、山崎さんの場合は、まあ、おそらくそれをこう訳本で読んだとしても、やっぱり自分が経験してるから、うん、これはこういう訳じゃおかしいんだって思うわけでしょ。生意気なことなんですけど、いやいや、そうなんですよ。それはね、すごく大切なんだと思うんです。つまり、腑に落ちないと何も理解はできないような気がするんですね。ただ、本当に理解って難しいことだけど、私なんかの場合、やっぱりラスキンは、デアイスノー、ノーウェルスバッドライフって言葉が先にあっちゃうから。なるほど。それでもうそこで引きずられちゃうんですけど、山崎さんの場合はやっぱり出会う、ね、そうですね、そうですね、うん、そうなんだと思う。自分たちの経験があり、自分たちが悩んでたりうまくいったことがあったり、はい、それでこう考えた方がいいんじゃないかっていうふうに思うことっていうのがあると、はい、それでラスキの方を読んでいると、うん、それをちゃんと説明してくれてそうな言葉に合うんだけど、この役だと、こっちで発見したことにどうも合わないんだと、うん、でもう一回また先を読んでみるわけですね、日本語でね。でこう何回かやると、こういう前に文章があるなら、ここの役はこういう役に変えてもらった方が僕の実感にも合うなっていう順番なので、これは要は本当に自分に引き寄せちゃってるから、本来のその役のあり方ではないのはその通りだなと思うんですけど、でもこっちの方が腑に落ちるって言って自分を勇気づけるための材料として、やっぱりラスキンやモリスを読んでるなっていう、そういう感じがありますね。それはすごく、なんかこういうふうに言うとすごくなんか上から目線で申し訳ないんですけど、それは正しい読み方だと思うんです。そうですか、はい、ごめんなさい、僕正しくない読み方だと思ってたんですよ。いえいえ、ラスキン自身は変わっていってるので、もうだって彼の話を読んでいくとやっぱり一貫性がない。それにそれも明らかにそこは彼が経験を積みながらやっていってることだから、うんね、私たちにとってライフってのもライフなんだけど、その意味はやっぱり変わっていってると思うんですね。確かに。で、明らかにこの最後のものにもの最初の方では、このライフの意味を考えてねって言っている、ねうん、で、おそらくやっぱり彼も考える時間が欲しかったんだと思うのです。で、そうなった時にそこで当然その質は変わってくるわけであって、うん、それはそれだけの長さを私たちも一緒に共有しないとダメなんだけど、この最後のものにも読んでる私たちはもうそのまま読んでるんですね。数時間ないし、はい、1日後ぐらいにはもう2章の次にね、4章読んじゃってますよね、うん、で
分そうじゃないんだと思う。なるほど、やっぱり2ヶ月いるんだ、そこにはね、考える時間がね。2ヶ月以上かもしれないですね。前から考えてたことをもっと時間かけて、うん、でもそれは経験しないとわからないことなので、おそらく今日話聞いてて、あ、これはやっぱり勝てないというか、なんだろう、その現場にいないとわからないことかもしれないと私は思いました。うんと勇気づけられる言葉ありがとうございますもいや僕は本当にね、自分勝手な読み方なんで、そこがやっぱりちゃんと本を読む人じゃないので、いつもね、僕が自分が経験していることを応援してくれる文章に出会うと、いいぞって自分で本を好きになるし、自分がやってることが無駄であるっていう本を読むと、もう読むのやめたって思うような、そんな読み方で、そしてその間にある自分がやってることにすごい近づいたのに、ちょっと違う表現になると、それは違うんじゃないかとかっていう読み方なので、本当にあのね、ちゃんと純粋に作品を読むというよりは自分の方に引き寄せながら読んでるんで、これはちょっと本の読み方としてはプロの前では言えねえなと思ってたんだけど、まあ、ちょっと今日ね、そうやって言っていただくと、この読み方でもいいのかもしれないなと勇気づけられました。いや、でも読み方に正しいものって多分ないから。ないから。でもできればね、本当に若い人たちにはどうやってこう元気づけられるかっていうことで、本当ですね。はい。ナスキン自身がだからあの言葉の中でね、人をこの勇気づけるとかね、はい、そういうことをやるのがいい人生だっていうふうに言ってるので。僕はだからあのラスキンに勇気づけられたので、ラスキンの人生はやっぱり豊かな人生だったと思うし、自分もできるなら誰かを勇気づけるようなね、そういう生き方をして自分の性も豊かだったなと思えるような、なんかそんな生き方がしたいなと思いますんで、はい、そうですね、されてますね。はい、でも同じよね、でも確かにこの今日の第二論文にあったみたいに、本当にもう息健康で、ブライトアイドも目がキラキラしてる、ハッピーな人たち、そういう人が増えることが国の豊かさで富であるっていうね、それはもう間違いないと思うけど、今の世の中どう思います？まだ死んだ目して、生産性だけ上げて、GDP だけ上がってるっていうのが、国の豊かさだってことになっちゃっているのに対しては、もうそんなに単純に考えない方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。だから数値化できないけど、目キラキラ輝かしちゃって、喜びに満ちてね、楽しく人生生きてる人たちをどれぐらい増やしていくか、やっぱりそこじゃないかなっていう気がしますね。なるほど、ありがとうございます。まさか横山さんがラスキンを避けていた人だったとは思わなかったけど、でも聞くと納得しますね。確かにその原文で読む人のね、悩みです、それは。でも私本当に最近は新訳ってあるじゃないですか、はいはい、やっぱりね、翻訳や作り直してもいいのかなって今日話聞いてて思った。そうですよね。僕はそれはプロの方々がどう感じるかわからないんですが、今の面識経済という本を公文社から出そうとしてるじゃないですか、はいはい、でこの公文社さんが古典の新訳シリーズって出してくれていて、その通り、あれめちゃくちゃ読みやすいんですよ、であのどこ出版とはなかなか言えないんだけど、格式の高い固い文章で書かれるところもあるんですけど、あれで、ね、日本語で読んでいても僕ちょっと辛いな、入ってこねえなと思ってたやつが、それこそほら古代ローマの時代のやつから、セネカもキケロもめちゃくちゃ分かりやすく現代版にしてくれてる新訳、あれにすごい救われていて、で古典がすごい好きになった出版社だったんですよ。でその公文社さんから声がかかったので、もう絶対引き受けますっていうことで始めたものなんですけど、ただ心の中でもう一方で、新訳っていうのはよほど意訳してるだろうと、よほど意訳、こんなに僕らに入ってくるってことは相当現代の人にね、うまく入るように原文からは台本からかけ離れたことにしてんのかなと思う。だからひょっとしたら英文学の方々なんかは新訳って言われているやつはちょっと否定的なのかなという気持ちもあったんですけど、でも横山さん的には改めてああいう訳で若い人たちにスッと入っていくっていうのも大事なんじゃないかなとお考えです。そう思います。今回本当そう思いました。だからちゃんとそれを書けばいい。今の世の中でやっぱりこういうことでこの本を読んでもらいたいっていう、だって読んでもらいたくない本を訳してもしょうがないじゃないですか。ですよね。であとやっぱり読者は誰たちだろうって考えた時に、
話しかけたい相手がいるから、うん、この本を紹介するんだと思うんです。ゴマとユリですね、それ。そう。嫌だな。はい。うん、先に捉えちゃいました。そうですよね。はい、なので、ね、そういうこともこれから一緒にできていけばなって思います。跳躍ではなくて、うん、ここは自分はこういうふうに読んだから、こういうふうにちょっと訳してみたっていうのがあってもいいんじゃないかなって思いました。おー、いいですね。もう最後のものにもの新訳とかやってみたいですね。そうですね。新訳っていう名前がいいかどうかわかんないけど、ね、そうですよね、はい、私たちはこう読んだっていうね。そうなんです。あ、それを今日お話に出てたね。みんなでちょっとラスキン訳してみようみたいなの。本当ですね。ぜひぜひ本当に一緒に考えましょう。ちょっと引き続きじゃあご一緒させてください、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。